昼休みよ。まだお絵描きしてるの？もしかしてうまくいった？別にちょっと手伝っただけだから。それにちょっと楽しかったわ。でも、爪の間に入った絵の具がまだ取れない。見すぎ。別にいいわ。そのうち落ちるもの。それは人それぞれでしょ。私は別に。また？考えておくわ。分かったわ。おお、これか。しかし、これを本当に作るんですか？というよりも、できますか？ですが、行事医がサポートするとはいえ、
こんな大掛かりな展示が本当に作れますかね。だがな。確かにこれだけの展示だからな。でもここは立ち入り禁止の場所です。一度例外を認めると、この先も同じように使わせてくれという生徒が出てくるでしょう。そうなると無用なトラブルの原因になりかねないな。そんな、でも。いや、企画については素晴らしいと思う。だが、やはり許可するわけにはな。雪村さん？ん？雪村もこの企画に関わってたのか。ちょっと見てほしいものがあるんですけど。こっちです。ついてってみようよ。先生たちもお願いします。ええ。おお、こりゃ懐かしいな。まだ残っていたのか。鍵が壊れてて開かないんですよね。鍵がかかってるわけじゃなくて、コツがあるんです。おお、ほんとだ。中、見てみてください。中を？そう、色紙。歴代の卒業生たちが残していったものみたいだね。本当、寄せ書きみたい。こいつら、こんなことしていたのか。
この使われなくなった旧館にもたくさんの人たちの思い出が息づいているんです。そうだったのか。みんなそんなにうちの学園のことを。どうせ来年には取り壊されてしまうところですから、七夕の日ぐらい解放してもいいんじゃないですか。この町で七夕は特別な日だって聞いてますけど。休館の使用については週明けの職員会議で協議してくれることに決まったそうだ。教頭をはじめ古株の先生方が前向きみたいだから許可が下りるのはほぼ決定だろう。別に私は何も。ううん、雪村さんのおかげだよ。雪村さんのあの説得が先生たちの心を動かしたんだもん。私はただ事実を指摘しただけだよ。子供みたいなこと言わないよ。言ったことはちゃんとやるから。ちょっと面白そうだしね。とりあえず週明けの職員会議の結果が出るまでは何もできないってことね。なんだかもどかしい。ありますよ、すぐできること。みんなで水族館の魚を集めましょう。魚ってどうやって集めんの？釣りでもするの？傷ついちゃわないかな。はい、お任せください。もっと手軽に珍しい魚を採取できる方法があるんです。皆さん、死滅回遊魚ってご存知ですか？死滅回遊魚？なんだか物騒な名前ね。世紀末を感じるわ。星もいつか死ぬ。回遊魚だって例外ではない。そういうこと？いえ、そんな危険な意味合いじゃないんです。熱帯魚というのは南海に住んでいるんですが、時折黒潮に乗って流されてくる魚たちがいるんです。別名季節来遊魚。冬になって水温が下がると死んでしまいますので、死滅なんて表現されるんですよ。紛らしいわね。でも熱帯魚が海で捕まえられるんだ。じゃあ絶対綺麗ですね。とっても綺麗で素敵ですよ。チョウチョウウオカという種類の魚が多いんですが、名前の通りひらひらと色鮮やかなんです。それに回遊魚ですから、地域の魚とは違って採取しても環境に影響が少ないんですよ。だから
今回の展示にはぴったりだと思うんです。冬になって水温が下がると死んじゃう魚なんでしょ。それを保護してあげるんだからむしろいいことでしょ。じゃあその死滅さんたちを捕まえればいいのね。あとは水槽の準備もしないといけません。捕まえても入れておくところがなくちゃお魚も困っちゃうもんね。予備の水槽がいくつかありますから清掃と準備をしないといけませんね。でもあのプランだと水槽がたくさんいるでしょ。備品で足りるの？予備といっても2つほどで想定している数には全然足りていないのが現状です。買うと高いよね。予算って学校から分取ってこれないの？できるわけないだろ。どのクラブも条件は同じにしないといけないんだから。さっきと言ってることが違うじゃねえか。これで意外と忙しいんだ。たまたま中庭を通りがかったら窓が開いていたから様子を見に来たんだ。とにかく予算の件は期待しないでくれ。しばらくは予備の水槽で賄えると思いますから、水槽のことはまた考えていきましょう。差し当たって魚の採取場所の下見に行きませんか？ええ、採取場所の環境やどの程度の魚がいるかまずは確認しておきたいです。それによって展示の仕方や必要な機材なんかもまた違ってくると思いますから。ていうか泳げたんだ。見た目より泳げると思うな。プールでバイトもしているし。うん、もちろん。あと涼介さんにも来ていただきたいです。力仕事が必要になるかもしれませんので。頑張ってね。私たちはのんびりお留守番してるから。あ、それでは水槽の準備をお願いしてよろしいですか？準備といっても洗ってもらって砂と水を入れてもらうだけですけれど。なんか地味そうだね。私も海がいいな。写真撮りたいんだけど。
がないわね。ま、暑いよりは涼しいところにいた方がいいかな。では、底砂を入れる時の注意点だけお教えしますね。そんなに難しいことではないですから。星の砂ある？